こんにちは。あげる。ゴミ。どうしたやつ？ネギトロとエビカツタルタル。トルティーヤ。スタバあるやん。スタバある？メイくん。トイレ。うん、おはようございます。遅いですね。おはよう。早い方です。レッサン！レッサン！どこ行くの？引きずられそうや。あれれれれ。しかもさ、引きずりそうなの。ありがとうございます。はい。あのもう面倒いんで、ついでに。やる気で。食事指導、携帯、コンバイト。なんだっけ、あれはもう。ショッピング、ダイニング。熱さよりひどくね。最後の日本食ですけど。はい。え？どっちか。あ、いや、なんでもないです、なんでもない。見てられない。最後の日本食です。韓国になんで大丈夫です。日本のが美味しいですか？美味しいです。何が美味しい？ラーメン。何ラーメン？これは味噌ラーメンです。味噌派なんすか？味噌。辛味噌。味噌か。俺流辛味噌。マジで。え、味噌って だいたいどこも同じ味じゃない？それやばくない？それやばいよ。日本中の400万ぐらいの味噌ラーメン好きの人に叩かれる。俺含めて400万400万の味噌ラーメン好きな人に叩かれる。エビロール死ぬって。エビロールやね。あっつ。何すかエビロール。エビどこにあるの？あ、エビダメだ。俺エビカニ食える。あそこ。エビカニ食える。広角レアル。鏡の裏。そう、鏡の裏。いいです。生理的にカニが無理なんです。生理的にカニが無理。そうそう。俺のアンチってことですね。そう。広角類無理なんで。広角類無理です。生まれて初めてアンチができました。初めてじゃないでしょ。生まれて初めてアンチができました。ひとまずホテルに着きましたよ。待って、寒い。やあ。すげえ、カメラでも白い息が見える。ん？みんな防寒がすごい。防寒？ズボンも履いてきた。ヒートテック。ズボン履いてる。何履いてる？自慢してさ。ん？俺ヒートテック下だけで2枚ある。嘘でしょ。ビビりすぎだって。熱い。熱い？熱い。これ2枚着てる？それ。めっちゃ着てる。アウター2枚。袖に入らんくない？入るんですね。熱い。熱いよ。え30分これってこと？そうです。あ、普通に脱ぐ。てか脱ぐわ。谷くん。はい。お腹空いたよ。俺もお腹空きました。ああ、俺もお腹空いた。なんか食べてない。サフ食べてると思ってメガネかけて。なんかステーキっぽくね。ステーキ。いや、全然見えないんですけど。全然見えないんですけど。なんか食ってんすか？履いてるの？履いてないの？履いてるんですけど。うわぁ。元知らないって俺。メディウスさんが分かんない日本語を探しましょう。一石二鳥。よいしょ。一つのことで二つのとこを得るみたいな。すごそれは当然知ってる。生産こっち来てください。なんかありますか？いや、何も思い浮かばん。
動物の名前とか全部わかります？ある程度、全部は無理かも。ヤギとか。ヤギは知ってる。カバはカバ。カバは知らん。おお。聞いたことある。無理でしょ。出てこん、日常で。はっちゃける。え？はっちゃける。はっちゃけ分。知らない。おお。はっちゃ。説明が難しいです。盛り上がってテンションがわあイエーイってなるのをはっちゃける。それ飲み会って言うやん、それ。飲み会ではっちゃける。そうなんだ。うん。そうですね。お疲れ様です。どうですか、ゲハ。ゲハ広いね。行きますか。行きますか。飯行きますか。サムギョプサルらしい。マジっすか。あ、これからご飯。ご飯。ご飯。やだ。やだ。やだ。今反抗期になってる。可愛いって。お疲れ様です。お疲れ様です。何ですかこれは。YouTube のカメラです。YouTube。俺韓国で歩いてて日本語喋ってんの初めてかもしれない。いつも行く側だったんで、私が日本に。確かに。だけど来てもらったのは初めてで。あ、なるほど。おお。めちゃ楽。俺は。近くのおすすめのご飯とか教えてください。え、わかんないです。初めてなんで。あの、僕文字読めないんで。ああ、まあ、調べてみます。ありがとうございます。みんなを連れていくぞ、俺が。やった。食いたくなるよ、これ。よろしくね。熱いよね。うん。おめでとう。笑ったの。日本とは逆なんですか？日本とは逆です。